こんにちは。都内で OL をやっているゆうと申します。今日は韓国風の髪型流行ってますよね。小顔効果もあってやってみたいんですが、なかなか自分ではうまくいかないので、渋谷でスタイリストをやってらっしゃる内山さんに教えていただこうと思います。日本人でも成功しやすい韓国風ヘアのコツを教えてください。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日は私が韓国ハーフ美容師として一番聞かれる正しいくびれ巻きの方法をお伝えしていきます。ポイントは3つ。まず1つ目がドライヤー、2つ目が小顔空間の作り方、3つ目がオイルのつけ方です。それではこのポイントに注目しながら早速やっていきましょう。まず一般の方は直接髪を巻いちゃうことが多いと思うんですけど、ドライヤーをしてから巻くことによって巻きの持ちが持続するのでやっていきます。まず日本の方はこめかみの部分が浮いて生えてます。ですからこちらを潰すような感じでドライヤーを当てていきます。そうすることによってここがキュッと引き締まった小顔を作ることができます。次に綺麗なくびれ巻きを作るポイントとして、ドライヤーを当てながら髪を前に持ってくることがポイントです。そうすることによって韓国ヘアのポイントを艶を出すことができるので、しっかりドライヤーを当てながら前に髪を持ってきてあげてください。そうすると日中髪が広がったり巻きが取れたりすることが軽減できるのでおすすめです。皆さんどうですか？このようにドライヤーをまずやっていただくと、ここがしっかり潰れて小顔効果が増します。髪もよりまとまりと艶が出るので、この下準備が大事です。では次にアイロンワークに行ってきます。では早速髪を巻いていきます。まずこのようなピンを使っていただくと丁寧に髪を巻くことができます。髪は左右半分に分けていただいて、皆さんがお悩みの後ろの髪も前で巻くことをお勧めしています。髪を分けると下のパーツも2等分から3等分ほどに分けることができます。髪をあんまり多く巻いてしまうと熱の伝わり方がまばらになってしまうので、髪の毛はしっかり分けて巻いていただくのがポイントです。一つの束を巻いていくポイントが、しっかり根元から手串を入れていただくのがポイントです。髪の毛って意外と束にするといろんな方向に散らばっていることが多いので、しっかり手串を根元から入れていただいて髪は平らに持つのがポイントです。では早速巻いていきます。巻き終わりはすぐに外さずに手で少し余熱を冷ましてあげると、より日中崩れにくいポイントになります。外巻きのポイントは手が動かずにしっかり平行にアイロンを抜いてあげるのがポイントです。毛先はすべて外巻きにしていきます。前でしっかり冷ましてあげると巻きが持つポイントになります。では反対側もやっていきます。毛量によって巻き方も異なるので、毛量が多いなとご自身で思う方はこういったピンを使っていただくと上手に巻けるのでおすすめです。毛量が少ない方は縦で分け取っていただくと同じように巻けるので、そういった方法を試していただくとおすすめです。コテの太さは結構聞かれるんですけど、32ミリ以上がおすすめかなと思います。今日使用させていただいているのはキヌージョさんの32ミリを使わせていただいてます。こちらで全体の外巻きが終わりました。なんかこれだけでも雰囲気がだいぶ違う気がします。手先の外羽が全て終わりましたら、縦に取っていただいて手串をしっかり通していただきます。手串を通した後に手先が外巻きになっているのをしっかり見ていただいて、中間部分を内巻きにしていきます。この時に内巻きした後、上に少し持ち上げてあげると、このコテの部分の上の部分にも熱が加わってくれて、しっかりプルンとここの小顔の空間を作ることができます。で、
この上で冷ましてあげるっていうのもポイントで、お客様は結構この S 字ができないよっていう方が多いんですけど、しっかり上で冷ましてあげると余熱で髪がだれることがないので、本当だ、しっかりプルンとなります。すごい、この空間を作ってあげるのが韓国ヘアでのポイントにはなってくるので、うん、すごい左右で違うの、うん、分かりますか、うん、全然違いますね、はい、なのでこの小顔の空間を作ってあげるのがポイントです、うん、この後ろの部分も前で巻いてあげると失敗がないので、なるべく前に持ってきて巻いてあげてください。 S を作るというよりかは空間の見せ方がとっても重要なので、韓国ヘアの大事なポイントがこの空間作りですね、はい、では次に顔周りを巻いていきます、うん、土台が完成したので、とにかく韓国ヘアは顔周りも重要です。皆さんも美容師さんに切ってもらってる遅れ毛を韓国っぽく巻いていきます。外巻きは挟む側が鏡側にしていただいて、外に向かって自分の顔の外に向かって巻くのが外巻きと言います。遅れ毛を持っていただいて、挟む側を鏡側にしていただいて、皆さん基本このように縦で巻くことが多いと思うんですけど、私の場合はこの45度倒していただいて、このままスーッと通していただくのをお勧めしています。この隠すところは隠してあげて、広げるところは広げる、この毛流れを作るのが韓国ヘアのポイントになります。この顔周りを巻く上のポイントがこの左右の角度ですね。しっかりどちらかが下に下がっていたり、どちらかが上に上がりすぎていても韓国ヘアっぽくはならないので、しっかりこのこめかみの部分を隠すようなイメージで角を作ってあげるのもポイントです。前髪の巻くコツは3つに分けて巻いていただくのがポイントです。角度は少し上気味にしていただくと、根元からふんわりした前髪が作れるので、前髪は少し上げ気味に巻いていただくのもポイントです。根元から挟んでいただいて、カールをつけるというよりかは大きく円を描きながら通すというイメージでやっていただくと、前髪が折れたり毛先中心にカールがついたりすることがないので、根元からしっかり大きく円を描くようなイメージで通してあげてください。横を巻くときは挟んでいただいて、少し外に流すようなイメージでアイロンを抜いていきます。こうすることによって先ほど巻いた毛流れと毛流れがつながるので、この毛流れのつながりが韓国ヘアのポイントでもあります。前髪、横の髪、顔周りの髪、すべてが毛流れでつながってくれるので、前髪も真ん中、横、2つの3つに分けて巻いていただくとポイントです。巻きが終わりましたらオイルをつけていきます。1プッシュから1プッシュ半で十分です。韓国ヘアはあんまり濡れたような髪質感を出しすぎてしまうと韓国ヘアからは遠ざかってしまいますので、ツヤが出る程度オイルをつけていただくのがポイントです。しっかり手でなじませていただいて、髪の内側からつけていきます。髪の毛を全体後ろに持っていくような感じで毛流れに沿ってオイルをつけていきます。ご自身で後ろで髪を撫でるように全体にもつけていただくとオイルのつけ漏れも防げますし、全体につけることができるので結ぶような感じでつけていただいて大丈夫です。後ろ全体をつけ終わったら髪を半分に分けていただいて、毛流れをなぞるようにオイルをつけていきます。最後に手に余ったオイルで前髪を半分ぐらいからオイルをつけていきます。前髪のオイルを
根元からつけてしまうと根元がベタベタとしてしまって前髪の持ちが悪くなってしまいますので、前髪は毛先の半分からつけてあげてください。最初にドライヤーで潰したここの部分にもオイルを少し撫でるようにつけていただくと、しっかりとここがキュッと引き締まって小顔効果がアップします。お顔は全体見ていただいたときにここがハの字で隠れているとお顔の形が綺麗に見えると言われています。オイルのつけ方、最後に日本人はここの鉢の部分が張っていると言われています。ですので最後、一番最後に余ったオイルを鉢の部分に撫でるようにつけていただくと頭の形もキュッと引き締まって、よりここが広がることによってお顔もシャープに見えて頭の形も綺麗に見せることができます。完成です。韓国くびれ巻きできました。実際どうですか？すごい、本当に韓国くびれ巻きがなんか全然自分じゃないみたいですね。すごい、かわいいです。いろんなポイントをお伝えしたので、ここはっていうポイントをやっていただくとより韓国ヘアに近づけると思います。ちょっと家でも自分でできるように今日のポイントをさらいしてやってみます。できそうです。今日の韓国くびれ巻きのポイントのおさらいです。まず1つ目、ドライヤーで土台をしっかり作ること。2つ目、巻くときにここをしっかり持ち上げていただくと小顔の空間が作れて韓国くびれ巻きが上手にできます。3つ目、オイルをつけるときに鉢をしっかり潰してあげることと毛先の毛流れに沿ってオイルをつけてあげることによって綺麗なツヤが出て韓国ヘアの再現度が高まります。これらのポイントを意識してぜひ韓国くびれ巻きをやってみてください。ということで今回は日本人が韓国風ヘアアレンジをするときのポイントについて渋谷で美容師をしている内山ひかるさんに教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。大満足です。ありがとうございます。こちらに内山さんのインスタのアカウントが出ているのでフォローしてくれたら嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。キヌジョ公式チャンネルでは美容情報をたくさんお届けするのでチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバーイ。バイバーイ。本当これすごい、可愛い。